こんにちは。開封動画を見ていただいてありがとうございます。今日もトレーディングカードのボックスの開封をしていこうと思います。今日こちらです。2002年度版サッカー日本代表オフィシャルカードセットです。発売当時定価3800円、これ税抜き価格です。税抜き価格という表示自体がかなり懐かしい感じです。全部で1万セット生産されています。でこのナンバー入ってまして9738番、3ボックスあります。9829番、9827番です。目玉は100枚封入されているインサートカード、楢崎正剛選手のジャージーカードです。で3ボックスともシュリンクついてます。完全未開封デッドストック品です。ちなみにヤフーオークション3ボックスで120円で購入しました。で送料が670円ぐらいなんで、780円ぐらいで3ボックス購入できました。とっても嬉しいです。1万セットあるうちで100枚封入なんで、カートン1カートン何ボックス入ってたかわからないんですけども、だいたい9カートンぐらい買ったら1枚出るかなっていうぐらいの確率です。3ボックスで出る確率は非常に低いです。じゃあ開けてみようと思います。まずシュリンク切っちゃいます。3ボックス開けちゃいますのでシュリンク先に切っちゃいますね。じゃあ開けていきます。中はセットものなので、カードが24枚セットで必ず同じセットが入ってますので、ジャージカードが入ってるかどうかっていうところが一番の目玉になります。じゃあ一番上のボックスから開けてみようと思います。どうやって開けるかというと、横開きになってますね。箱の想定が少しいつもの箱みたいにペラペラじゃないです、ね、開けていきます。出ました、こういう感じです。蓋取れます。でカードが24枚だから12枚ずつ、梱包されています。こう出しちゃいます。もしかしたら下にジャージーカード入ってるかもしれません。はい、開けます。特に何もなさそうです。これは上げ底でした。はい、中ありませんでした。ワンボックス目はジャージーカード入ってません。でこの梱包をちょっと取ってみます。この材質がいつもの紙ペラじゃなくて、少し和紙包装、和紙みたいな感じになってます。非常にで、そうですね、印刷も結構綺麗な感じです、ね、やっぱりこう和風な感じに仕上がってますね。でトルシエ、西澤、柳沢、あ、一個抜かした、あ、レックス、ね、石川、中田秀、森島、曽ヶ畑、稲本、戸田、中田浩二、中山正史、小笠原、松田直樹、森岡隆三。森岡だけちょっとユニフォームのデザイン違います。楢崎正剛、小野伸二、福西隆、鈴木孝之、明神、服部、宮本、川口の秋田。ありがとうございます。デッドストックものなんでちょっとカード反ってます。で日本代表、J リーグのカードもそうですけども、裏に書いてあるこの文章が意外と楽しいんですよね。文章は後でゆっくり読んでみようと思います。でこういう感じです。ありがとうございました。じゃあ2ボックス目開けてみようと思います。はい、開きました。中身全く同じです。同じセット入ってます。もう出しちゃいます。もう梱包も取りません。はい、上げ底でした。何もありません。じゃあ3ボックス目いっちゃいますね。期待はしないで開けておきます。はい、こ
セットものなんで中身全く一緒です。貼ってます。はい、上げ底でした。残念でした。ジャージーカード入ってませんでした。開封動画以上です。またよろしくお願いします。